西おコッペのホテル森夢西おコッペ村は、北海道オホーツク総合振興局管内の北部に位置する村である。東北地方の内陸にあり、面積の約9割を森林が占める。村名の由来は、母町であるオコッペ町の西に位置することから、積極的な地域情報化政策を行ったことで知られている。イメージキャラクターに瀬戸牛くんがいる。おコっ町の西部。 内陸部に位置する。1999年に美しい村づくり条例を2001年にはそれに基づく景観形成指針を策定。それに基づく公共施設整備や民間建物の新築、塗装に対する補助金で建物の外壁がオレンジ色やそれに近い茶色が多くなるよう誘導した。 1987年から2003年に村長を務めた三宅豊が冬の白色、夏に目立つ森林の緑色とは違うオレンジ色で元気やぬくもりを生み出そうと考えたためという。当初は派手ではないかという疑問の声や反対意見もあったが、現在は景観に統一感ができたと評価する声が村内でも多い。基幹産業は落農。 農業に就労する者の数は人口の1割もいないが近年は1個あたりの規模が大きい農家の割合が高くなっている。人口に占める高齢者の割合が非常に高いため就労者は人口の半数ほど。ギターのボディを製造する工場や特別養護老人ホーム、知的障害者福祉施設があるためそれらに就労する者の割合が高い。松茸が自生しており、 松竹城中が村外への委託で醸造されている。姉妹都市、定型都市ではないが、アメリカ合衆国アラスカ州ジュノー市へ、中学生が訪問し、交流を行っている。また、ジュノーから、現地の市民の一家族を英語指導女子として、期限付きで招聘していたこともある。道の駅に塩コッペ花夢村内を鉄道路線は、通っていない。 最寄りの鉄道駅は JR 北海道宗谷本線の名寄駅。廃止された鉄道かつては JR 北海道名寄本線が通っていたが、1989年に廃止されている。上岡っ平駅、西岡っ平駅、六郷駅、中高部駅があった。赤岩の滝。ありがとうございます。